はい、どうもこんにちは。筋トレ好き整体師藤村です。本日の内容はこちらですね。筋トレで肩を痛めた、その原因と治療法についてお話しさせていただこうと思います。僕もですね、筋力トレーニングが好きで、腕立て伏せだったり懸垂とかをよくするんですが、この間ですね、その肩を痛めてしまいました。で、実は僕のお客さんでもですね、筋力トレーニング、上半身の筋力を鍛える方が鍛えている方がたくさんいらっしゃるんですが、そういう方も結構肩を痛めてしまっている方が非常に多いです。で、実際にですね、そういった方とか最近肩を痛めてしまった僕も、ある筋肉が非常にその肩の痛みの原因になっていたので、そのどこが原因になっていたかというのを皆さんにシェアさせていただこうと思います。では上半身のトレーニングによって肩が痛くなってしまう原因というのをお話しさせていただこうと思うんですが、それがですね、この上腕二頭筋と言われる二の腕の筋肉になります。この力こぶを入れた、まさにこの筋肉ですね。で、今からこの上腕二頭筋がなぜ肩の痛みの原因になるかという理由をご説明させていただこうと思います。はい、こちらのですね、水色に塗った部分、ここが上腕二頭筋という筋肉になります。上腕二頭筋は三角筋の前部繊維や大胸筋の後ろを通って肩の前についています。ちょっとこの絵だと見にくいので、三角筋の繊維を剥がしていきます。そうすると上腕二頭筋が肩の前についているのがわかるかなと思います。肩が痛くなってしまう原因というのは、実はこの上腕二頭筋が三角筋の後ろを通っていくときに、三角筋ですね、はい、この三角筋と上腕二頭筋がこの部分で癒着、くっついてしまうことによって肩を動かしたときに痛みが出てしまうっていうパターンがあったりします。もしくはですね、上腕二頭筋そのものがですね、この筋肉が一番太くなっているこの部分が硬くなってしまって、グッと引っ張られることによって肩の前が痛くなってしまうっていうことも起きてきます。ですので上腕二頭筋が原因で肩が痛くなるパターンというのは、上腕二頭筋の筋肉そのものが硬くなってしまっているか、もしくは三角筋と交差する部分でくっついてしまっていることによって起きることが非常に多いです。では今から上腕二頭筋と三角筋が重なる部分の癒着を剥がしていくようなセルフケアというのをお伝えさせていただこうと思います。まずケアしたい方の肩と反対の手を肩の前に指を立てるようにグッと押し付けます。このままケアしたい方側の肘を曲げ伸ばししていきます。そうすることによって上腕二頭筋と三角筋の癒着している場所が徐々に剥がれてきます。だいたい10回から15回大きく肘の曲げ伸ばしをしていただけると、しっかり癒着が剥がれてきます。押し付ける強さは少し強めで押し付けていただくと、より癒着が剥がれやすくなりますので、試していただけるといいと思います。次にですね、上腕二頭筋の一番筋肉が盛り上がっているこの部分を柔らかくする方法をお伝えさせていただこうと思います。上腕二頭筋が一番盛り上がった部分が、まさに力こぶを出した時のこの部分になります。
この部分を反対の手でグッと上腕骨に押し付けるように、洗濯バサミで上腕二頭筋を挟むようにガシッと少し強めに押さえます。このまま肘を曲げ伸ばししていきます。ちょっと痛いと思うんですが、10回から15回ぐらいやっていただくと上腕二頭筋が徐々にほぐれてきます。以上が上腕二頭筋が原因で肩が痛くなる原因の2つのセルフケア方法になります。もし筋トレをされていて肩の前のあたりが痛くなってしまった方は、この上腕二頭筋が原因で肩が痛くなっている可能性が非常に高いので、ぜひ今のようなセルフケアをしていただけるといいと思います。それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。